どうも皆さんこんにちは。ちょっとね、動画の投稿久しぶりになります。ショート動画の方は最近ちょこちょこ出してたんですけど、この普通の動画めちゃめちゃ久しぶりです。私今年ちょっと引っ越しがありまして、そっちの方に意識がいってて、ちょっと YouTube とかインスタとかね、がっつりお休みしてました。で、ちょっと前にね、 ニコン ZF 買ったんですよなので今日はちょっと ZF のお披露目動画にしようかなと思って動画撮ってます。で最初に言っておくとこれレビュー動画じゃないのでレビュー動画期待されてた方すいません今日はねちょっと違います。今日は ZF のお披露目 券買うことになった流れみたいな話とあと撮ってみた作例とかを後ほどご覧いただこうと思ってます今この動画自体 ZF で撮ってるので ZF の動画の感じもちょっとご覧いただけると思いますというわけで今ここで実際に ZF を触ってる様子っていうのはお見せできないんですけれども差し込み動画ちょいちょい入れていくのでそれで ZF の姿ご覧くださいまずねこれ買ったのが9月の末ぐらいなんですけれども使い始めて今でや 1> 約1ヶ月ちょっとになりますで私がこのカメラを買った3週間4週間後ぐらいになんとニコンがね ZF のキャッシュバックキャンペーン始めたんですよ。で ZF のレンズキットで2万円返ってくるっていうキャンペーンです。3週間前に買ってしまった私はキャンペーン適用にならないんですけれども、まあ、その残念な気持ちを表したショート動画アップしてありますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄にリンク書いておきます。で、その私がミスったキャッシュバックキャンペーンは来年の1月までやってるみたいなので、まあ、この動画見て、 欲しいなと思った方もうぜひねこの機会を逃さずに買ってくださいレンズキットで2万円返ってくるってね結構大きいですよね私も2万円欲しかったであの本題なんですけどまずね私がこの zf を買うまでの流れみたいなのを話していこうと思います私2年ぐらい前にライカ q 2買ってからカメラ購入欲が全くなくなっちゃっててもうここ12年 新製品のチェックととかかほとんどしてなかったんでですよでたまにフジフィルムのカメラの新製品情報とかはねあの見たりとかしてたんですけどなんかフジフィルムのカメラ発売が発表されてもすぐに販売中止になるとかちょっとややこしい状況が続いてたので、まあ、そういうのを追いかけるっていうそこまでの熱意もなくて今の XT3 で事足りてるしなぐらいでスルーしてたんですよ。ででそんなこんななここの zf が去年発売されて 出てたってことも今年のよで ZF の存在を知るきっかけになったのが今年の夏に行った旅行でした旅行にはここ数年フジフィルム XT3 に 16mm80mmF4 のズームレンズあともう1本持っていくとしたら 70mm300mm の望遠ズームを持っていきますでそれからもう1 っていくっていうのが私の中では定番になってるんですけど今回はコンデジはパナソニックの LX100M2 を持っていきましたで今回も旅先で XT3 を使う気満々だったんですけど現地があまりにも暑すぎて撮影を最優先にする気がねすっかりうせちゃったんですよ常に片手にはめちゃめちゃでかいモバイル扇風機それと片手には日傘でこれでね 両手塞がっちゃっててあとは初めて行くところだと観光もちゃんとしたいしということでスマホで地図のチェックとかも頻繁にしなきゃいけないしカメラは2の次3の次みたいな感じになってたので結局 XT3 はホテルに置きっぱなしにして LX100M2 だけを持って出歩いてましたで現地で撮ってる時はこのカメラ小さくて便利でいいよなぐらいな気持ちで楽しみながら撮ってました 今回は旅行にパソコンを持って行ってなかったので旅行中に撮った画像を大きな画面でチェックするっていうこともなくて家に帰ってきてからまとめてパソコンで見たんですよ。でライトルーム現像したんですけどそしたらですね旅行初日に張り切って XT3 で撮った画像が数枚入ってて。 その後、LX100M2 で撮ったものばっかり出てくるわけなんですけどその2機種の画質っていうのかう画風っていうのかねその違いを目の当たりにして暑さで怠けて XT3 を使わなかったことをねすごく後悔しました誤解のないように言っておくと LX100M2 が良くないって言ってるわけではなくて今その旅行で LX100M2 で撮った写真は YouTube で撮った写真 YouTube ショートとインスタのリールにすでに出してあるので、まあ、興味ある方はぜひそちらもご覧ください。これもリンク概要欄に書いておきます。 でその違いを大画面で見てから今後はまあどんなに暑くても怠けないぞと心に誓ったんですけどやっぱり旅行に持っていくカメラ小さい方がいいかもと思って XT3 よりも小さいカメラ買おうかなっていう気になったんですよ。で少しでも小さければ暑くても持ち歩くかなと思ってで真っ先に思いついたのが前から気になってた GR3。 APS-C センサーカメラなのに、まあ、片手で扱えるっていうカメラ、まあ、ところがね皆さんご存知の通り時々抽選販売を行うっていう販売状況のカメラなので買おうと思ってもすぐに買えないんですよねでまあ物がないというわけでこれはすぐに候補から外れましたで次 XT50 見てみたんですけど、まあ、これだと正直 XT3 とそんなに大きさに差がないし XT5 の弟分の 位置づけにしては、まあ、価格も結構強気な感じっていうのもあってこれもスルーしましたでそんなこんないろいろしてるうちにグーグルが私がカメラを探してるっていうのを検知したのかいろんなカメラの広告をね私に見せるようになってくるんですよねでまあ、そこに上がってきたのが ZF パッと見 ZFC のことだと思ってスルーしてたんですよととこころがじっと見てみたらえこれ もしかしてフルサイズって気が付いてこんなのいつ発売されてたのってなってめちゃめちゃ興味そそられましたもう小さいカメラが欲しかったとか持ち運びがどうだとか、まあ、そんなことどうでもよくなってしまってこの ZF がね気になって仕方ないのでお店に現物見に行きましたでお店で現物を見て触ったらますます欲しくなっちゃってどう見てもかっこいいんですよもう完全にに見たた目と質感に惹かれました まず、ね、この美しい黒色あの確かアンミカさんが白は200色黒は300色あるって言ってたんですけれども、まあ、このその300色ある黒の中でもこれはね本当に美しいまでの完全な黒。 私はカメラは黒が好きなので、まあ、この針側のところ他の色に変えられるキャンペーンとかしてるみたいなんですけどのの黒まままが気に入ってます。この黒がとにかく美しいであと持った時のこのどっしりとくる重量感そもそも軽くて小さいカメラを買おうとしてた私がこの重量感について熱弁するのもなんなんですけどバッテリーとメモリーカードを入れて 710g どしっとくるこの重さが見た目と相まって 昔のフィルムカメラのような質感を感じさせます。 このフィルムカメラ的などっしりとした重さの中に最新の技術が詰まってるというのにもワクワクさせられます、まあ、昨今いろんなカメラが軽量化を目指してカメラボディとかレンズにプラスチックを多用する時代ですけれどもまあこの ZF はこの辺にたっぷり金属が使われてて触った時の質感がもうプラスチックのボディとは全然違うんですよ。物としててのの威厳を感感じさせるっていうかかねこの存在すすごいですそれから このニコンの文字、昔のロゴデザインですよね。可愛いんですよねこれが。でここに並ぶメモリの入ったダイヤル、こう上にずらりと並んでるんですけれども、これデザインだけでなく実際に使う時もすごく使いやすいです。私の場合、長く富士の XT シリーズを使ってるっていうのもあって でこういう数字の書いてあるダイヤルが並んでるカメラ直感的に使えるのですごく使いやすいと感じてますあとダイヤルが回るククリック感もいいんですよ軽すぎずどっちかっていうとねちょっと重たいぐらいの引っかかる感じのクリック感で回すたびに操作してるっていう実感があっていいですこのクリック感がついつい癖になって意味もなくねカチカチ回しちゃったりとかしてます このカメラに関しては見た目と質感にすっかりやられてしまったっていう感じなので購入前にスペックがどうだとか、まあ、全然見なかったんですよ。店店頭でで員さんが解説しててくれたたのをちょっっと聞いたっていう程度です購入前に知ってた情報としてはこれがフルサイズセンサーカメラであることそれから2,000万台の画素数であることをもう本当にねたった この2つぐらいなんですよまあ,あの私の最初のカメラはニコンのフルサイズ機でしたし Z シリーズも以前使わせていただいたことがあるので、まあ、正直ねこの価格帯でニコンのフルサイズセンサーカメラなら私が使いたい機能は全部入ってるに違いないっていうねニコンへの信頼感っていうのもあってスペック無視で今回はね完全に見た目買いでしたもし使っていくうちに足りないところがあったとしても、まあ、この見た目だからまあいっか っていう感じでね流せそうな気がします。ちょっと前まで軽いカメラが欲しいって言ってたんですけど、最近はこのちょっと重たい ZF をずっと持ち歩いてます。しつこいですけどね、私これすごい見た目がかっこいいと思ってるので、実用カメラとしてはもちろんファッションアイテム感覚で持ち歩きたくなるんですよ。見た目良し、使って性能良しで、まあ、今のところねめちゃめちゃ気に入ってます。 でレンズなんですけど最初 40mm の単焦点レンズキットで購入して、えー、その後ね翌々日に 28mm レンズも買い足しました、まあ、狭い室内とかだと 40mm だと使いづらいこともあるかななんて思ってとりあえず 28mm も買ってみました 使用頻度としてはまあ、基本的には 40mm をつけててまあ、今日は屋内でも使うかもというような日は2 8ミ、mm、リも持っていくっていう感じですどちらのレンズも軽いし小さいし写りもいいですしまあ、気に入ってますあと ZF 用に買ったカメラアクセサリーとかはまた別の動画で紹介する予定ですまあ、そんなにね今回買ったもの多くはないんですけどね ででではちょっっとここ ZF 撮った写真ご覧ください。ショート動画とかリールとかでも ZF で撮った写真すでに出してあるのでそれと重なるんですけどパソコンとかタブレットとかで見てもらうとスマホで見るより大きなサイズで見てもらえると思うので、まあ、こちらにも載せておきます。 ちょっとたまたま雨の夜の写真ばっかりになっちゃったんですけれども ZF は Z8 と同等の防塵防滴性能で今回もご覧いただいている Z40mm、Z28mm 私のは SE バージョンなんですけれどもこれらも防塵防滴に配慮した設計とのことで雨の日も気にすることなく持ち出せるのがいいですこれらの純正レンズの他にもついついオールドレンズとかをつけて歩きたくなるデザインなので私もマウントアダプターを介して他社のレンズをつけてマニュアルで撮影 したりもしています。また、そういった内容については今後の動画でネタにするかもしれないです。今回は純正の Z40mm と Z28mm で撮ったものを載せています。 今のところを使っててなかなかなじめないのはバリアングルモニターです、まあ、これはね買う前から分かってたことなので納得済みで買ってるんですけどストリート写真撮るときねバリアングルだとちょっと使いづらいっていうのはあります。バリアングルで助かるシチュエーションもあるといえばあるので、まあ、これはねもうあのしょうがないなと思って割り切ってます。 それからもう一つ私の場合、富士キでこのダイヤル操作に慣れたっていうのがあるので、ZF の ISO ダイヤルに ISO オートがないのがちょっと面倒くさいなと思ってます。今は1回ダイヤルを C に合わせてから、こっちの機能割り当てボタンを私 ISO に設定してるんですけど、ここを押しながらこの前のダイヤルで ISO オートに切り替えるっていう2ステップ3ステップ踏む形で ISO オートに変更してるんですけどこれはねね。ちょっとめんどくさいです、ね、ただこういった少々ネガティブなところも私の中ではもう ZF の見た目がいいので全部チャラになってます。 それだけ機材の見た目って重要なんですよあの持ち歩きたくなるイコールシャッターチャンスも増えるっていうことで改めててお気にに入りののカメラに出会うっていうっいいいは楽ししなと思いましたこれを選ぶ人ってこのデザインに惹かれてっていう方が多いと思うので、まあ、今回私がお話しした内容 ZF ユーザーの方やこれから買おうかなと思っている方には共感いただけるんじゃないかなと思ってます。 とにかくね、ものとしてすごく美しいので、ぜひ皆さんお店に行って実物見て触ってみてください。ということで今日はこれで終わりです。チャンネル登録といいねお願いします。インスタグラムもやってますのでそちらもよかったらチェックしてください。それではまた次回会いましょう。さようなら。